はいどうもこんにちは、おもちゃねるんです。さあ今回は、はいこちら謎の筒4本、こちら見ていきたいと思いますが、これがですね、先日東京の秋葉原のリバティというお店のね、店頭にある自動販売機、これね、乗り物系自販機というものがあって、それがね、1回ね500円するんですけども、ちょっとね、当て物感覚で4つほどね買ってみました。まずね、ちょっとそれがね、どんな感じなのかね、動画撮ってきたんで、そちらの方をね、最初にご覧ください。はい、こんな感じの乗り物系自販機となっていて、上からトミカ行商イニシャル D となっております。で、トミカは1回500円で、強商が1回600円だったかな。で、一番下のイニシャル D は2000円だったんで、今回はね、一番上のトミカの自販機、こちらをね、4つ購入しました。はい、まず最初にね、これね、1000円入れようとしてたんですけどもね、全然入らなかったけどね、もうどんだけ頑張っても入らないんで、これ大変なんでね、皆さんも行かれた方はお店の方に500円玉にね両替してもらってください。でさすがにね、ちょっと1回500円なんで、そこそこ勇気はいるんですけども、頑張ってね。まず1つ目が、これが左から4番目ですね。はい、まず1個目登場しました。怪しいですねこれ。で2つ目が、どれにしようかなと、まあ迷ったんですけども、1番右端をポチッといっておきました。で、またまた怪しい筒が登場。これね、実はちょっとね、横から見えるんですね。で、続いてね、3つ目は、はい、一番左端チャレンジしましたね。さあ、これは一体何でしょうか。多分ここでちょっと横覗いたかな。ちらっと、あ、見えた見えたバレた大丈夫で、ラストね、4つ目ですね。これはね、ちょっと結構ね、迷いに迷ったんですけども、はい、これですね、右から3つ目です。これをチョイスして購入。まあてな感じでね、はい、こちらね4つ回してきましたが、左から1回目2回目3回目4回目ですね。まあチラチラちょっと結果は見えてたんですけども、まだちょっとね中の方はね開けてはないんで、ではね今からねちょっと順番にね開けていきたいと思います。まあ最初からいっておきます。最後の2つかぶってます。はいでは1つ目からいきましょう。てかこれ面白いですよね。ジュースの自販機を多分ね流用してるんで、こんなねなんかこうホームセンターとかで売ってるパイプをね缶ジュースの形っぽくして、それでね自動販売機に売ってるんですね。まあ1回500円ということなんで、レア物が出るという、そういう誘い文句にね負けまして、僕ね今回回しております。さあ合計で2000円投資してるんですが、果たして僕は得したんでしょうか、損したんでしょうか。では行きましょう。出てこないぞこっちセロハンテープこっちめっちゃついてる。あ、そっか、ガチガチに固めてるんですね。では一つ目、おこれは、あ、めちゃめちゃあれなんですね、中古ですねおー、で元の値段はこれ630円です。まあただ今こう価値があるものかどうかってこう難しいところなんですが、これ今でも売られてたような気がするんですけど、この間買わなかったかな、なんか持ってる気がします。いやー超レアものね出てほしいんですけどね。はい、これもまあどうなんでしょう、結構古いんですかね、物自体はなんか古そうな気もするんですけど、箱がちょっとボロボロですね、ちょっと中身ボロボロだと嫌ですねまあとりあえず、はい、一つ目が、これはね一応ディズニーランドでしか売ってないですね、ディズニーリゾートラインのトミカですね、モノレールのトミカです。先日プラレールでもね紹介したやつなんで、まあタイミング的にはちょうどよかったかもしれませんが、ではでは中身見ていきましょう。はい、こんな感じ。お、袋にすら入ってない私500円の価値あるんでしょうか。あ、トミカ自体はまあ割と綺麗なのかな、うん、状態は良かったですね。はい、くるっとこんな感じですね。いいですね、可愛いですね。ミッキーの窓になってて、後ろはこんな感じですね。連結パーツがついてるんで、他のリゾートライン系のね車両と連結させることができます。で反対側の側面はこうなっていて、もう一度正面行きましょう。はい、こんな感じですね。まあディズニーランドにね行ったことある方は一度はね目にしたことがあるんではないでしょうか。でそこにこんな感じでね車輪が4つついてるんで、手転がし遊びをすることができるようになってますね。でこれね今気づきました、ちょっと面白いですね、ちゃんとサスペンション機能もついてますこれ知らなかったですね、モノレールにサスペンション機能ついてるってなんかめちゃくちゃ面白いですよね、なんか個人的にツボなんですけど、いいねいいねいいね。モノレール系のなんかトミカ僕いっぱい持ってたはずなんですけど、実際開けたのこれ初めてかなすごいタイミングでこのギミックしちゃいました。まあてな感じで、はい、自販機一つ目にね登場しましたのはディズニーランドでオリジナルで発売されてる分ですね、
ディズニーリゾートラインのトミカでした。まあ当たりといえば当たり、うん、人によっては多分ね外れじゃないのっていう人もいっぱいいるかもしれませんけども、まあ僕的には良かったとは思います。ではではでは2つ目いきましょう。はい、2つ目もこちら同じ形の筒なんですけども、まあ個人的にこれが今回一番当たりかなと思いましたね。うん、これはいいんじゃないですか。ただちょっとねセロテープでいっぱい貼られてるんでちょっと状態まではわからないんですけども、さあさあどうでしょうか。おおー素晴らしい、これは当たりですよ。これ本当に一番当たりです。 BMW i8 の初回特別仕様ですね。いいですね。しかもこれ新品未開封の状態のものなので、いやこれは嬉しい。これは保存用に取っておきたいですよね、これ。まあ、ちなみにね Amazon チェックをしておくと価格はね Amazon さんで1380円で今ね売られてるんで、まあ、これは本当に500円で手に入れようと思ったら結構難しいと思うんでね、これは嬉しい、本当嬉しいですね。何回言うんでしょう、嬉しいよでせっかくこれも新品未開封なんで保存用に取っておくんで、まあ一応見たことねない方おられるかもしれないんで、初回特別賞ここから持ってもう開けている分をねお見せしておきましょう。これもまあもう状態はいいですね。自分で言うのもあれなんですけど、はい、こんな感じのものが今回ねガチャガチャじゃないわ、自販機か自動販売機で出てきました。これはいいですよ、本当に素晴らしいですね。これがもう一台あるっていうのは最高です。うん、なんかちょっと久しぶりに僕出したような気がするんですけど、いいねこの赤色もね。普段はねシルバーはねちょっとディスプレイして飾ってるんですけど、初回はね飾ってないですよ。あ、直してどうする直してダメ、一応並べておきましょう。まあ久しぶりに見たこの赤色も素晴らしいと思います。で続いて、はい、3つ目4つ目、これがねマジでこれ被んのと思いました。はい、これですこれ初回だったらめっちゃ嬉しかったんですけど、アパルトのね124スパイダーですね。いやー初回じゃないんですよね、残念。初回は金型違いで、ね、これ結構価値あったと思います。はい、これ通常版ですね。まあまあ一応は見ておきますが、こちらもどうでしょうか。ピッピリッと、はい、通常版でございます。でこれもどちらもね新品の未開封のものなんで、まあ開けるのは多少ちょっとこうもったいない気もするんでね、まあ手持ちの分をねちょっとねお見せしておきましょう。はい、登場。まあこれも2017年かね、去年発売された分で、まあ金型がね初回特別と通常版が違ってね、ちょっとこう話題になったモデルですよね。いいねいいねいいね、これも結構久しぶりに見たかもしれません。ちなみにこれソフトトップね、こんな感じで脱着できるようになってるんで、非常にかっこいい車両になってると思います。いいね。まあてな感じでございまして、ちょっとね先日ですが、まあ私用事で東京の方にね、まあ、半分旅行みたいなもんですけども、一人で行って、ちょっとね、秋葉原のこちらね、リバティというお店でね、店先にある自動販売機、それのトミカのね、一回500円の分を4つ買ったところ、こんな感じの結果になりましたね。せめてこれが新品だったら嬉しかったんですけど、まあ、綺麗だったんで、まあいいかなとは思います。ちなみに、まあ、いつもこう、Amazon 価格ですいませんが、まあ、これが1300円ぐらいで、で、これはちょっといくらでしょう？調べてなかったら調べます。あれ？今見てみたらそこそこしますね、これ。これ現行で売ってる分ですかね？まあ、多分 Amazon に流れてる分だから、多少は高くなってるんだと思うんですけど、まあ、1550円するんで、まあ、現地に行かないとね、買えないっていうのもありますし、まあ、当たりっちゃ当たりですよね。まあ、関西の僕からしたら本当に当たりだと思います。まあ、なので、まあ、安く見積もっても、まあ、700、800円ぐらいで、まあ、1300円でしょ？まあ、他の相場は知らないですけども、まあ、ここでまあ2000円ぐらいになってて、あとこれね、まあ大体300円前後で売られてるんで、600円。まあこれが一番外れちゃ外れですね。まあなので合計で、まあ適当なんですけども、2500、600円なんで、まあ2000円で買えたって思うと、金額的に、あくまでも金額的なんですが、そこは得したのではないかなとは思います。まあまあ非常に人によってね、これって価値観全然違ってくるものだと思うんで、もうこんなね、初回とか持ってたら、別にもう、ああ、持ってるわ、外れっていう人もいますしね。まあ、いろんなご意見がね、ありましたらぜひね、コメント欄の方にね、どんどん書いてください。
まあということで、ぜひ皆様秋葉原に行かれた時はね、リバティの、これ11号店ですね、そちらのね店先のあの扉のね左側に自動販売機置いてるんで、ちょっとあの一回ねチャレンジしてみてください。次行った時ちょっと強勝とかのイニシャル D やってみようかな、勇気出して。まあちょっと2000円勇気なかなか出ないですけど、もし機会があればねやってみたいと思います。ということでね、今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのあたるでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとねツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではね、今年もねあと残り少なくなってまいりました。まあ、年末年始はねちょっと暖かくなるっていうね話も聞いてるんですが、まあまあ皆様あの油断せずにお風邪などねひかれないようにねお気をつけください。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。